2021年度子どもたちの心を育む活動受賞団体認定 NPO 法人ミニシティプラス神奈川県。活動テーマは子ども目線で地域を取材し地域を育むジュニア編集局活動です。子どもたちが地域の企業や商店、地域活動、イベントなどを取材し子ども目線で発信するジュニア編集局活動です。横浜市都筑区で13年前に始まり4年前からみなとみらい地区でも行われています。毎年公募で集まる小学4年生から高校生までの異年齢の子どもたちが主体的に編集会議を行い取材して記事を書きます。毎年2月をめどに新聞を発行しエリアの小中学校や商業施設、公共施設に配布。取材を通して地域の大人と交流し地域に愛着を持つ市民を育てる活動です。コロナ禍の2020年度は他地域でメディア編集を行う子どもたちとオンラインで交流する子どもメディアシンポジウム in 横浜を開催しました。